日本に帰るのは果たしてどちらの選手になるんでしょうか。藤本のパンチか、中迫のキックか。セミファイナルのゴングがソウルの夜に響きます。ラーワー、アジアグランプリ準決勝は日本人同士の対戦です。まあ、日本人、同士の対決になってしまいましたね。まあ、そういう意味で中迫選手は大金星ですよね。あのガオグライを3度目の正直で破りましたね。しかもダウンを奪いました。前に出る日本選手どうしよう、プレッシャーかけてきましたね。まあ、切れなかったから良かったですね。頭ボディ顔面、藤本のパンチ、サイドロック、これぞ日本のブンブン丸。中野選手はね、もうちょっと蹴り続けたいと思いますね。蹴りで間合いを取って自分の距離にしたい中迫でしょうが、ここは一気に藤本が設定取ってた方がいいと思うんですけどね。頭ボディどう一つ中迫も放ってきました。この対角線回転で来ました。アジアグランプリの準決勝は第2ラウンド、第2ラウンドに入りました。グローブを合わせました。右が日本の藤本裕介、左も日本の中迫剛。準決勝は日本人同士の対戦です。第1ラウンドやっぱり手数の部分でやっぱり藤本選手やや有利だったんで、中迫選手このラウンドね、手数をたくさん出してほしいですね。前蹴りから右のストレート、藤本です。前出てるんですけど見ちゃってるんで、はい、どうでしょうか藤原さん、はい、最初の試合準々決勝で中迫はガオグライとやりましたよね。その時のダメージというか疲れというか、そのあたりはどうですかね。そうですね、残ってないと思うんですけどね。決勝戦のつもりで行くっていうふうに話してたじゃないですか、はい、だから相当力使ってるということは考えられませんかね。そうですね、そのあたりの疲れはどうか。あの大阪ありますけれども、その先にやっぱ武蔵選手というのを見据えてね、戦っていただきたいなと思いますね。まだ頂点には武蔵が君臨しています、はい、やや足を引きずるような表情も見せました中迫です。気になります。中迫選手なんかはパンチパンチ左が伸びてきた。藤本の左、せっかくガオぐらいに勝ったんですから、ここ勝たないともったいないですよね。ラーセミファイナル、ファイナルラウンドが始まりました。ジャブで入ります藤本裕介。中坂は出なければ白星は手に入らない。およそ2年ぶりの白星を宿敵ガオグライから取りました。これはいきません、これはいきません。あ、そしてロープが一番下の4本目のロープが外れてしまったようです。緩んでいます。時計が止まっています。まあ、勢いづいていた、はい、そして中迫もその勢いを止められることなく行ってしまいました。腰をどうやら打ったようです。 K-1 ワールドグランプリのアジア予選です。アジアグランプリが行われている韓国ソウル、そのリングが中迫剛、藤本裕介のアジアグランプリ準決勝の試合最中に2人の体重がのしかかって外れています。今そのリング調整が行われています。第3ラウンド残り2分39秒からの再開です。今試合が再開されました。アジアグランプリセミファイナルの第3ラウンド残り2分39秒から試合が再開されています。さあ藤本、日本人同士の対決です。藤本のパンチ、そして膝、向こう側が中迫剛、そしてパンチを繰り出していった赤いトランクス、赤いグローブが藤本裕介。どちらが決勝に上がるのか。膝蹴りボディに打ち込んでいったのは中迫です。藤本のボディーブローが功を奏しているという谷川さんの判断ですが、はい、あ、ここはパンチで来る中迫。試合続行されています。右のストレート、中迫カウンター狙って右回、ここでようやく出ました。右のハイキック狙ってましたね。中迫剛です。のりかさん、ようやく出ましたね。出ましたね。この瞬間を待っていました。狙っていました。中迫気合が入った。ワンツースリー、スリーは膝蹴りです。顔面を捉えたか、はい、中迫の膝は顔面を捉えたでしょうか。どちらの思いが強いか。藤本の前蹴り、右を伸ばす。中迫は最後の一撃が出せないまま
ここで試合終了です。足を引きずる中迫、そして小さく拳を固めた藤本雄介、判定に入ります。決勝に進むのはどちらの選手でしょうか。藤本雄介、2つポイントを取りました。1つは引き分け。1人はドロー、そして2人が藤本。2対0の判定で藤本雄介が決勝進出です。日本のブンブン丸が夢に向かってまた一歩階段を上りました。注目の日本人対決はパワーで藤本が勝り決勝戦進出を果たした。結構もう立ってのがやってたもん。じゃあ蹴りでへんかったやろ、はあ、パンチできちゃなかった。くそ、本当だよ、ダメージないよ。全然何の感じで全然ない。あと一つですね、いよいよ優勝するのみ、はい、じゃあマンサーランドラスケツミニアトロ、おい